皆さん、こんにちは。今週もギブギブギブの番組が始まります。リスナーの方、今日3月16日、沖縄は、まあ、きっともう暑いんじゃないかなと思うんですが、我々今日はですね、関東から収録をしております。全国津々浦、いろんなところから、収録を行っていきたいと思うんですが、まあ、リスナーの方に役立つような情報も交えて、いろいろ情報を発信していきたいと思っています。はい。今日はですね、ちょっと面白いテーマで、ゲストの方をご紹介しました。多分あまり聞き慣れてない言葉だと思うんですけども、リースバック。あとでちょっと詳しい話はゲストの方からお話しいただく予定なんですけれども、リースバックという手法を使って、住宅を手放さなくても住み続けるという面白い手法があるんですね。実は私もあんまりよくわかってないので、今日はその、ゲストの方に熱く語っていただきたいと思うんですけども、やっぱりこの経済状況読めない中で家買っても、まあ、手放す、残念ながらいう方がいるかもしれませんが、まあそういうことなくても住み続ける面白い手法があるので、今日その辺を面白楽しく解説をいただきたいと思いまして、ご紹介したいと思います。はい。私がですね、去年ですね、あるビジネススクールで出会った方で、遠藤さんという方を今日お呼びしまして、まあ、遠藤さんにこのリースバックについていろいろお話を伺いたいと思います。じゃあ、遠藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。遠藤と言います。はい、そしたら最初にですね、遠藤さんの簡単な自己紹介を、ビジネススクールにあるような1分自己紹介にも、はい、まあ、何でもいいんですけど、してもらってもよろしいですか？はい、了解しました。はい、じゃあ、私はですね、住宅ローン問題解決コンダクターの遠藤と言います。リースバック、これがですね、家を売っても住み続けれるっていう不動産サービスでして、例えば、持ち家で離婚することになってしまったと。ただ子供がまだ小さいんで、奥さんと子供さんはそのまま住み続けたいとかですね、やっぱり高齢者の方で、まあ、住宅ローン2000万円問題じゃないんです。あ、ごめんなさい。老後2000万円問題があるように、老後資金がちょっとなくて、今後不安だと。そういったような方たちを、お困りっていう方を中心に、リースバックという不動産サービスを軸とした問題解決を提案している不動産仲介業になります。そうなんですね。はい。じゃあ、もともとはじゃあ不動産絡みの仕事をずっとやってらっしゃった形ですか？これがですね、私、もともと学校を卒業した後、半導体業界にいまして、半導体。今ね、結構半導体って、九州とか、いろいろ、なんか今、工場作るとかで、活況されていたんですけども、もともと私はその、半導体を作る工場に、半導体の製造装置を、作っていたメーカーの営業をやっていまして、で、当時リーマンショックっていうのがありまして、ありましたね。もう15年ぐらい前ですかね。ですよね。で、あの時ですね、私の会社ももろ業績不振に陥って、そうでしたか。で、恥ずかしい話、当時、新築のマンション買って喜んでいたのもつかの間、給料が25%カットとか、ボーナスなしとかになって、ちょっと恥ずかしい話、住宅ローンちょっと滞納しだしてたんですよ。ご自身がということですね。なるほど、なるほど。で、その時やっぱりどうしてもこう、当然恥ずかしいし、誰に相談していいかもわからないと言った中で、まあ当時は結局親とかちょっと親類に頭下げて、ある程度ちょっとこう返せるようになって、で、幸いにも会社の業績も戻ったんで、競売っていう形の最悪の、結末は迎えずに済んだんですけども、ただ、その時、やっぱりこう、いろんな人に助けられて、で、今度は救う側になりたいと思って、そうなんですか。で、思い切って、その不動産業界に転職しまして、で、その後、不動産業界では、まあ、ちょっと難しい、専門用語なんですけど、任意売却っていう、専門に扱っている不動産会社であったり、あと、まあ、これからちょっと詳しく話す、リースバックの
おー、会はい社はい。に、ずっと在籍していて、あ、なるほど、なるほど、なるほど。はい。それで、住宅ローン問題で困っている方を、まあ、今度助ける側として、ああ、なるほど、なで、るほど。ずっとやっていまして、で、ええ、ええ。で今度さらに、自分自身も、起業して、やりたいと思って、まあ、今、独立して、もう今、仲介業として、今日に至るみたいな感じですね。はい。もう独立されて何年ぐらい経たれるんですか？これはですね、独立して実はまだ1年ぐらいなんですよ。あ、そうなんですね。あ、最近ですはい。ね。はああ、い。なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ、これただかね、ら、はい、はい、はこい。れから、はい、いろいろどんどんまだまだ困っている人が全国いらっしゃると思うんで、はい、ぜひそういった方を、どんどん、支援していきたいなっていうところですね。すごい、こう、情熱のあるね、この志で、この起業されたかと思うんですけども、はい。今日、多分メインというのは、このリースバックっはい。ていうのは、まあよくリースってよく聞くんですけれども、は車をい。リースで契約するとはい、か、そのリースバックとはリースを戻すっはい。あ、ていえっとうイでメーすジね。はあるんで、その辺をちょっとなんか、はい。お話しいただいてもよろしいですか？はい。すごい、わかりやすく言いますと、あ、お願いします。はい。まずですね、自宅、持ち家を一旦ですね、あ、自宅不を。動産会社に売却します。あ、売却します。はい。で、当然、売却代金を買いそうで主すね。の不動産会社からいただきますあ、と。もらいます。まず、はい。で、普通は、家が売れたら、今度引っ越ししなければああ、いけそうなでいんすでよすけど、ね。そうですはい。よね。はい。ただ、このリースバックは、売買と同時に、その買い主の不動産会社と、元々の家の所有者さんと賃貸契約を結んで、ああ、賃貸契約結んで、はい。で、毎月家賃を払えば、引っ越しせずに、あ、そなのるほど、まなまるほ自ど。宅に住み続けれますよっていう、不動産サービスになりますね。ちょっと突っ込んで聞いちゃうんですけども、はい、どうぞどうぞ。この、まあ、売却するとお金得ますよね。はそい。れを住宅ローンに充当するそうです。はい、っていおっしゃうる意通味り。で、で、住宅ローンは借りい。ると。はい。で、まあ、不動産屋さんに毎月、こう、定額をお支払いすると。そう、今度は賃貸契約を賃貸結ぶ契んで、約。はい、家賃という意味です家賃っね。て形で。はい。じゃあ、あれなんですね。もう、マンションってこう、賃貸、マンションって言い方変だな。まあ、賃貸契約なんで、あ、そう、うん。あとは、おっしゃる通り、普通の賃貸契約になります。はい。じゃあ、それは結構、長い期間でもって契約できるっていう形でよろしいんですかね。そうですね。まあ、いろんな方もいらっしゃると思うんですけども、基本的には2年間か3年間の、2年、3年まだの。賃貸契約を結んで、で、その後期限が来たら、更新という形で、なるほど、なるもう、ほど。なるほど、なるほど。本人更新。が、はい、住み続けたいんであれば、なるずっほど。と更新すれば、ずっと住めまそすういうよ、と。形なんではい。すね。はい。よく、じゃあ、普通のこうマンションとうん。かアパートだと、まあ、敷金とか礼金とか、はい。はい。あるとは、そういうのはなくて、そうですね。一いけ般るって的いにう。は、基金、礼金ではないですね。で、はい。かつ、まあ、住み続けられると。はい。まあ、所有が、まあ、借り主になる感じですかね。そうですね。今までは所有者だったのが、今度は借り主になるという。はい。まあ、仕様って言い方が新しいのかもしれませんけども、はい。まあ、持ち主、まあ、持ち分から持っはい。てるものから、まあ、使う側になるっていう。そうそうです。はい。まあ、マンションとかアパートと同じようなはい。形ということですよはい。ね。そうです。もう所有権も完全に不な動る産会ほど。社に移るんで。じゃあ、固定資産税とかそういうのも、まあ、あ、かかそうらでなす。い。おっしゃる通り。マンションだったら管理費、修繕費も、もう払わなくてよくなる。で、その月の金額の中にまあ含まれているような感じですはい。かね。そうですね。はい。で、その金額とかも、こう、不動産屋さんと決めて、交渉そうしです。て、まあ、住み続けられるという。そうですね。それははい。いいですね。やっぱり、住み慣れはい。た家に皆さんね、やっぱり、ね、住みたそういですと思いまね。すやっし、ぱり皆さんご自宅に愛着もあると思うんで。そうですよね。まあ、先ほどはい。うん。遠藤さん、まあ、エンちゃんと呼ばせていただいていいんはい、です、どうぞ私どうぞ。は。はい。まあ、やっぱりこう、ね、お仕事が変わって、はまたい。会社が業績下がって、給与がはい。下がったとしても、こう、家を手放すことなく住み続けられる。そうですね。はい。いうところは、はい。まあ、家を手放さないっていうと、なんか、所有権そのままみたいに聞こえちゃうんですけど、はい。所有権は移っちゃいますんで。実際手放すけども、住み続けはい。られるってことそうでです、すそうよです。ね。はい。これって意はい。外と知られてないと私は思うんですけど、ええ。どうなんですか？結構やっぱりこう穴場だったりするんですか？この。
テクニックおっといしゃうんでるしょう通りか。ですね、まだまだこのリースバックって結構一般の方には知られなくて、で、まあ、やっぱりどうしても向いてる人、向いてない人っていうのはやっぱいるのもありまして、そうなんですね。はい、全が全員リースバックいいかっていうと、やっぱそうでもなくて、向いてる方と向いてない方が、例えばどんな方が向いてたりとか、逆に言うとどんな方はちょっとまあ、向いてないとかっむいてて、こうあったりするんですか？そうですね。やっぱり向いてる方としては、例えば、持ち家でも離婚することになったと。なるほど、なるほど。で、子供がまだ小学生とか小さくて、なるほど、なるほど。で、やっぱりこうね、確かに、確かに。学区変えたくないとか、そうですよね。で、そういった時に、旦那さんはもう家を出て、なるほど、なるほど。で、奥様と子供さんは、そのまま環境を変えずに、自宅に住み続けるっていう方が、まず向いてるのと、あそとうなんでは、すね。なるほど、なるほど。あとは、高齢者の方で、高齢者、もう、結構もう収入が、年金収入しかないと。なるほど、なるほど。で、どうしてもやっぱりこの老後、なんか手元に現金置いておかないと、ちょっといろいろ病気とかなんかあった時に不安だと。で、ただね、やっぱもう高齢者なんで、なかなか家引っ越しとなると次の賃貸先で、なかなか高齢者ってやっぱ結構貸してくれないところが多かったりもするんで、なるほど、なるほど。で、そういった方が、例えばリースバックで一旦、家売って売却代金を手元に置いときながら、なるほど、なるほど、なるほど。環境を変えずにそのまま住み続けたいと。なるやっぱほど、そなういっるほた、ど。あとは、実はですね、実は、何でしょうか。運転資金調達方法っていうやり方もありまして、運転士、なんかそれ、私の仕事に絡みそうな話ですね。そうですよね。例えば、事業主さんで、店舗兼住宅を経営されている方で、よく、こう、1階が、こう、なんか、整骨院だったり、なんか、昔ながらの電気店とか、そういった方で、どうしてももう、金融機関がこれ以上、運転資金、融資してくれないと。で、ただ、そこで引っ越しとなると、またこう、新たなところでビジネスやるとなると、なかなか、そうです住居よと店舗が一緒のところって見つからないっていうところそうでで、すよね。で、リースバックを活用して、なるほど、なる一ほど。旦運転資金を、売却代金をですね、運転資金として運用して、で、リースバックのメリットの一つに、将来買い戻しもできるんですよ。買い戻しも、いいですね。そういう特約も、特約も。ちゃんとつけまして、で、仮にじゃあ、事業が、軌道に戻ったときに、もう一回自分の自宅を買い戻すっていう方もいらっしゃいますね。なるほど、なるほど、なるほど。なんで、結構ね、税理士さんからもたまにそういう相談も受けたりはします。じゃあ、事業者様にもそうですね。利用できる手法ということですね。そうですね。大体、こなるほど、の、なるほど。今お伝えした3つのパターンが結構リースバックなるにほど、な活る用されほど。てますね。今日ね、聞かれている方は、ひょっとしたらね、土曜日なので、お休みなので、まあ、個人の方なのかもしれませんが、もしこうね、事業やっていらっしゃる方が、まあ、今の話を聞いて、運転資金としてルールできる、そうですね。まあ、手法があるというのは、なかなか、知れ渡ってないと思いますので、皆さんやっぱ銀行からお金借りてるとか、いう、まあ、自分からお金出してっていう中で、そういったリースバックを使って運転資金を確保するっていうのは、なかなかこう知られてない、そうですね。話だとは思いますので、今日すごくね、面白い話聞かせていただいてはいるんですけども、すごくいいなと思ったのは、二つ目の高齢者の方が、まあおそらくもう返済も、だんだん減ってきてると思うので、お金おっをしゃってこうますね。残せるっていうのはやっぱ安心かなっていう。そうですね。まあ正直、うちの親もどうしようかなって思った時に、まあ賃貸に住ませた方がいいのかななんて、あった時に、いろいろやっぱ考えるんですよね。でもやっぱおそうで金すある程ね。度置いておきたいっていう。まあそういった方にもね、多分沖縄にもそういう方いらっしゃるんじゃないかとは思うんですけども、あとちょっとね、驚いたのは最初ですね。やっぱりお子さんがまだちっちゃくて、まあご離婚されて、やっぱり学校、子供をね、転校させると、やっぱり友達ができてしまってるのに、なかなか学校行くっていうのは、やっぱりね、子供も寂しい思いを
そうなんですね、よまあ、離ね。婚で寂しい思いをされて、で、かつね、学校まで。となるとね、そういったやっぱり悲しいね、気持ちさせたくはない。そう、おっしゃる通中りで、です。まあ、いろいろ事情はね、あるとは思うんですけども、あ、じゃあそういった、ご離婚された方にも、じゃあターゲットになるような、まあ、家に入れるっていう感じですね。そうですね。ああ、これは面白い、手法ですね。なるほど。まあ、もし聞かれている方でも、まあ、そういった、ね、状況に慣れた方でも、こう、家をこう、引っ越さなくても、まあ、住み続けられるという、この手法は、すごく斬新な、ものだとは思いますので、まあ、後ほどね、ご案内しますけども、この遠藤さんの、ホームページ、ラジオの方は、また、私の YouTube を、まあ、見てもらえば、そこに記載の方はさせていただきますので、まあ、動画ご覧になっている方は、編集で、遠藤さんのインスタグラムと、ホームページは、書かせていただきますので、遠慮なく遠藤さんにお問い合わせ。あ、遠ちゃんですね。ぜひぜひ。もう、いつでも、懇切丁寧に、説明いただきますので、皆様、どんどん遠藤さんに、ご質問、いろいろ投げかけていただけると思います。そのね、離婚っていうね、話もね、あったんですけども、なんかそういった、なかなかやっぱりこう、難しい手法でもある一方で、なんかそういった、広めるために、なんかこう、セミナーやったりだとか、まあ、インスタグラムっておっしゃってたと思うんですけども、なんかこう、発信するような活動っていうのは、遠藤さんご自身もされてらっしゃるんですか？そうですね。どうしてもね、やっぱり内容がちょっとセンシティブな内容になってくるんで、ただね、少しでも情報発信ということで、まずは、不定期なんですけども、あ、不定期。弁護士の先生とか、離婚カウンセラーの方たちあ、と、セミナーを、やっなるほど。ていたりとか、あとは、私のインスタグラムで、そのリースバック、わかりやすく、いろいろこう、投稿して、見やすいように、わかりやすいようにお伝えもしていますんで、ああ、そうなんですね。なんで、なかなか、やっぱセミナーもね、皆さんこう、参加しづらいっていう方も結構多いんで、そういった方には、インスタの方を見ていただいて、そこから、ダイレクトメールで、全然ご相談いただいても構わないですし、いわゆる個別相談っていう形ですね。確かになかなか聞きづらかったりとか、まあ、匿名でってね、あるかもね、しませんので。ぜひぜひ、そんなね、本名を名乗らなくて、最初の匿名で全然構わないんで、ああ、なるほど。で、もしね、場合によっては、例えばこう、法律問題とかでも、相談に乗ってほしいって言ったら、私の、紹介する弁護士さん、無料で紹介したりとか、そうなんですか。あとはね、やっぱり女性の方で、こう、もうちょっといろんなことを相談したいっていう場合は、女性の離婚カウンセラーとかも、紹介できるんで、不動産問題だけじゃなくて、いろんなことにも、コミュニティ私、そう入っなんてでますして、ね。そういったじところでゃあ、も、いろいろ、何かしらご支援できるかなと思ってますんで。あ、じゃあもう、エンちゃんに全部情報な、まあ言葉ですけどね、伝えれば、あと、エンちゃんの方で、こう、適宜、こう、振り分けを、もちろん。法律関係だったら弁護士さんだし、さあ、そこに行ったら、まあ、離婚の話だったら、離婚カウンセラーの方に、まあ、話、まあ、女性の方だったら、振ったりだとか、まあ、そういうのがどんどんできるということですね。で、ああ、なるほど、なるほど。私自身、離婚準備支援協議会っていう、そういったコミュニティもありまして、そうなんですね。で、そこでも、やっぱり離婚に悩む方を助けたいっていう方がみんな集まって、なるほど。例えば、変わったところって言うか、と変ですけど、探お、偵のはい。方がいたりとか、あ、探偵の方が。ああ、なるほど、なるほど。いろんなカウンセラーの方もいたりとか、そういっはい、たところで、今おっしゃってたように、不動産問題だけじゃなくて、いろんな方も、紹介して、なるほど。最終的にはね、やっぱ、新しい第二の人生、幸せになってほしいんで、そうですよね。人生一度きりですからね。やっぱり幸せにね、なってね、いただきたいと思いますし。そういった、お手伝いをさせていただいてますんで。まあ、今日のね、冒頭のリースバックって話も、まあ、家に住み続けられるっていうのも、まあ、あります。そういった、こう、相談もリースバック以外、まあ、住宅以外のところも、こう、相談乗れるっていうのは、やっぱこう、安心できると思うんですよね。ぜひぜひ。ああ、なるほど、なるほど。
そういったこのセミナーっていうのはあれですか、結構定期的に今後は開催される予定はあったりするんですか？そうですね。なるべくね、今後も定期的に、やっていきたいなと。はい。どうしてもちょっとね、私も、東京の人間なんで、セミナーは、東京でちょっとやってはいるんですけども。じゃあ、はい。リアルでやってるセミナーってことなんではすい。なんね。で、今後は、こういったズーム使って、オンラズインでームもどで。んどん、やっていけたらなと思ってますんで。そうですね。このコロナではい。ね、このズームで日本全国あはちい。こち、今できるようになったのなったで、んでね。はい。ね、沖縄の方でも、ズームはい。で、そうですね。はい。つないでね。面白い情報がね、聞けるっていうのはい。は、すごくいい、世の中になったはい。なっていうふうに思いますね。はい。そうですか。そういったセミナーの仲間も集めるの結構あれじゃないですか。最初大変だったんじゃないですか？まあ、そうですね。でも、はい。やっぱり私がね、こういった、事業を、立ち上げたいっていう思いを、皆さん、嬉しいことに共感いただいて、はい。それで、やっぱ同じような志を持ったメンバーと、はい、集まり志。ましたんで、はい。その今、志っていうところにちょっと引っかかっちゃったんですけど、はい。実は、遠藤さんこと、遠ちゃんと、私は、その、志を掲げているビジネススクールで出会ったんですね。そうです獅子ね。塾と呼ばれる。はい。じゃあ、お仲間も、その、獅子塾に通ってた方とか、そうです。で、気はにい。なった方、声かけはい。て、はい。っていう形でしょうかね。そうです。皆さん、獅子塾の方ですね。はい。獅子塾って、すごい面白いですよね。私も、そうです実ね。業者で、はい。今、そういうコミュニティに入ってますけども、はい。最初あれなんです。自己棚卸しで、はい、はい、やりましたね。はい。三万字ってすごいですよ。すごかったですね、あれは。三はい。千じゃない。三千もすごいですけはど、三万ですからね。い。はい、結構ありますよね。はい。あれはまた自分で書いた後に、この仲間のを読まなきゃいけないっていう、そちらの方もすごくね、時間もね、そうですね。はい。自分も書くの大変ですけど、皆さんのはい。読むのも結構、先輩ね、時間が、はい。そこまで深掘りすることで、いろんなテーマでね、25個ぐらいの、は昔何になりたかったかとか、辛かったこととか、楽しかったこい。ととか、そういったテーマがね、はい。はい。25個ぐらいあって、で、ええ。それ1個1200字ぐらい書くと3万字ぐらいになるんですよね。そうですね。はい。とはいっても3万って相当な量なので、そうです。はい。でもそれだけ書くことで、じゃあ何したいかとか、今後そうどでうすしていきたいね。のかっていうのはね、はい。見えてくるのありますよね。まあ、いいきっかけですよね、本当あれは。その中でじゃあニースバックに着目したサポートを、しそうていできすたいね。となったときはい。に、先ほどおっしゃった3つの観点の、はい。離婚された方、高はい。齢者、事業主の方、なったときに、一番やっぱりサポートしていきたいっていうのが、ご離婚された方、その方に対して、手厚い、サそうポーです。トしていきたいっていう熱い思いが湧いたんですね。そうですね。冒頭お伝えしたように、もともと私自身も住宅ローン困窮者ということで、自己棚卸しして、で、はい。で、その時にやっぱり、今度は不動産会社行って、同じように困っている方をずっとこう、支援してきた中で、やっぱりそこに自分自身、本当にやりたかったのはこれなんだなっていうのが分かったっていうのもあったんで、はい。それがそさ、こ去の、年はい。い、あの、行かれた感じだったんですか？その獅子塾は。去年行かれた感じだったんですはい、か？そうですね。はい。で、もうちょうど、今月で終わるんですけどね。今月ではい。最後になるわけですはい。ね。講義の後はありますもんね。確か、はい。活なんか動さ実れ践期ってて。言って、はい。で、実践期がちょうど、3月でちょうど1年ですね。はい。実践対象っていうのがあるので、ぜひぜひね、それをね、目指してもらいそうたいですなね。と思うのと、ちょっとこれもね、宣伝ってします。私、伊藤直也も実は別の期の実践対象を選ばせていただきまして、そうだったんですか？ そうなんです。さすがですね。で、そうなるといろんな方がこう連絡くださるんですよね。先輩方から特に例えば10期の方とか、ますます今、私、ワンワンも何件もやってるんですけど、事務から、今年依頼しなくても、どんどん今依頼が来るんですね。おー、すごいですね。MVP 効果は。いやー、本当インサイドアウトっていうところでバーンって出るので、あれで皆さん、いいね、いいね押してくるんですよね。で、いいね、いいね押すんじゃなくて、メッセージでワンワンしましょうとかいうふうに
来るなるのほど。で、ぜひぜひね、エンちゃんも、目指していただいていこうこれと。より、はい。リースバックで、残ちょっりと少ないけまど頑張りますね。あ、ちょっとマニアックな、ね、手法だとは思うんですけど、その中で、やっぱこう、面白い、こう、さっきの3つのご離婚される方、高齢者、あと事業会社さんに対して、すごく、こう、面白いサービスだと思いますので、今日のね、マネージを聞かれた方、ないしは、こう、後で動画見られた方、気になった方、いましたら、後ほど、動画で、エンちゃんのホームページと、インスタグラムも、アップしますので、いつでもお問い合わせいただければと思います。はい。はい。じゃあ、最後に、じゃあ、一言だけ、これだけ言いたいとかあれば、最後、エンちゃん、お願いできますでしょうか。まだまだですね、住宅ローンに、返済に困っている方とか、先ほどお伝えした離婚、その後どうしようかとか、いろんな方が、まだ悩んでいる中で、この、リースバックという一つ今日、頭の片隅に入れといていただいて、それで、私自身、で、困っている方の、お気持ちもよくわかりますんで、まずは、一人で悩まずに、お気軽に相談いただいて、で、そこから一緒に問題解決して、新しい人生を、またスタート切れるように、全力で支援しますので、ぜひ、ご相談いただければと思います。ありがとうございます。すごいね、志の強い方でありますので、もう何でも構いませんので、お問い合わせの方、いただければと思います。走行せず、結構もう時間が来ちゃいまして、30分短いんですよね、意外と。短いですね、まあ、もし、よろしくまたパート2とかパート3も全然ありますので、また、時期に、改めてまた、ご出演の方いただければと思います。ぜひ、今日はすみません、ご出演の方ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。以上、遠藤さんです。じゃあまた、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。